演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちら。どうも、本日はこちらファミリーマートのこの袋通りファミチキを食べたいと思います。香ばしい香りですね。リップとかは食べてたんですけど、普通のやつまだ紹介してなかったっていうことに最近気づいたっていうんで、前に食べたことあるんですが、写真には撮ったけど動画ではしてなかったんですよね。なので忘れてたんでしょうね。まあ、ではいただきます。いや、お肉よかった、とても美味しかった。で、いつもならここで終わるんですが、本日はもう一つこちらのうま塩味も食べてみたいと思います。自分は実際今までね、うま塩出てなかったんだと思ってしまいましたね。あれはローソンのエビチキだったかなって思って今回買ってみました。うま塩の牛乳なのか、ちょっと薄めですね。ではいただきます。肉厚と衣がザクザクなのはこちらも変わらないですが、うま塩なので胡椒の刺激が控えめで、その分肉の旨味がぐわっとくる感じですね。刺激がちょっと苦手という方はこちらの方がいいかもしれません。まあ、あのスパイスはおすすめなので、っていう気もしますけどね。というわけでこちらのテイストとさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。